関東制度、関東制度とは、18世紀プロイセン王国における軍事制度である。徴兵区制度、連帯区制度などと訳され、一種の選抜徴兵制であると説明されている。フリードリ・ヒビル・ヘルム一世により作られた。厳密には講述する三つの要素の一番目のみを、さすが、一般にはこれらをまとめて、関東制度と呼ぶ。 第五の列強を軍事大国プロ一戦の人的基盤を形成した。なお、関東とは、州や軍のような行政区画、あるいはその区割りのことを意味する。兵員の増強を図るため、自国民を徴兵によって動員しようとする試みは、大戦抵抗の時から行われていたが、その時は、横領地から小規模な民兵部隊を立ち上げたくらいで、あまり成功しなかった。 一つは労働力を失う、領主貴族層の強い反発を受けたためであり、また一つはそれを行えば、国力の低下は明らかであったためである。その頃行われていた母兵では、誘拐まがいの強引なやり方が横行していた。詐欺によって兵士にするとは知らせぬまま騙して、連れてくるのはまだいい方で、部隊の兵員充足のためには手段を選ばない。将校は、 無防備に道を歩いていた農夫を無理やり連行する特殊部隊を編成して教会のミサを襲いその場にいた男子を連れ去るといったことをしばしば言ったこのようなやり方は地域住民の反感を買い暴動騒ぎや若者の国外への集団逃亡といった事態を引き起こしたそこで地域共同体に人選を任せて一定人数の男性を出頭させる方法が 試みられたが、この方法では、その共同体が追い払いたいと願っていたような、人間ばかりが送り出されてきたため、ろくな兵士が得られなかった。そのためこの方法は廃止された。自国内での母兵では、到底足りないため、外国の傭兵を雇うことでその代わりとしていたが、雇用のための費用が多くかかり、しかも傭兵は、士気が低くて、すぐに逃亡し、規律にも問題があった。 このような状況はヨーロッパ諸国に共通であったが人口の限られた小国のプロイセンが数と質両方で他国に抜きんでる軍隊を構築しようと思えば何らかの徴兵システムを作り上げるしかなかった彼の理想とする軍隊を作るため王が構築した仕組みそれがト東制度である関東制度は1733年に法が発布されて 正式に成立したが、実際にはそれまでに、すでに複数の試みが先行して行われており、法制化はそのまとめ、統一化である。いかにその内容を記す。各連帯ごとに、一定の地域を割り当て、その中で徴兵を行うようにしたものである。関東制度の中核をなす。区割りそれ自体は、王の即位に前後して、スペイン継承戦争が、 またしばらくして、大北方戦争が終結したことにより、それまでの戦争続きの数十年間、長く一箇所に留まることがなかった部隊に定まった、駐屯地といえる場所ができたことから、自然発生的に生じ物を追認した場合が多い。区割りの中ではさらに中隊ごとに地域が小さく分けられ、可能な限り割り振られた地域のうちで必要な人員を、重宝することが求められた。 連隊長や中隊長はその部隊の人員充足率について責任を負わせられていたためにしばしば同じ軍隊の中で兵士の取り合いが起こった。これを抑止するのが区割りの目的の一つである。徴兵された兵士をカントニストと呼ぶ。徴兵対象者は農村及び都市の若い男子で特に貧しい農村出身者が実際に徴兵されるうちの多数を占めた。 貴族はもちろんであるが、一定以上の資産保持者土地を所有する農民の、長男牧師、教師、医者とその学生、国が重要とみなしている分野で活動する職人、商人、などは除外された。また、ベルリンなどの大都市は、都市が丸ごと徴兵を免れる特権を有していた。これはその税収と産業による、物品供給に優先が置かれていたからであるが、このために、王は、 ベルリンを内心嫌っていたという。徴兵者が連隊から逃亡して村に逃げ帰った場合、その村が彼をかくまえば、見せしめのために村全体が罰を受けた。また、逃亡兵の穴埋めは必ずその出身の村から代わりの者を徴兵することによってやれた。このように、逃亡兵は故郷へ逃れてもすぐに当局に突き出されるように仕向けられていた。連隊に、 地域性が生まれ、そこへ、同じ土地の出身者がたくさん集まって所属したことは、連帯の指揮と団結に優れた効果をもたらした。また、連帯と地域住民との関係が向上した。また、実際に徴兵されたものはずっと拘束されていたのでは、なくて、次の気球兵制度によって、毎年農村の畑と都市の中屯地を往復していた。有事における戦力を確保しつつ、 地域経済と国民の負担及び税収への影響を最小限に抑えるために設けられた。平時において徴兵された兵士は最初の2年間の兵役を終えると、その後は1年のうち2ヶ月だけ連帯に戻っていれば、よく、それ以外の10ヶ月は村や都市に戻って働くことを許された。これを気球兵制度と呼ぶ。この制度が導入された初めの頃は1年のうち3。 か月は連帯にいることを求め、かつ、帰級する期間はあえて複数回に分けて1年のうち、何度も連帯に復帰させた。逃亡を恐れたためであるが、制度が定着することによって兵士への信用が増し、そのようなことはなくなった。帰級兵は、自身が兵士であることを示すために、公共の場では、制服の着用が義務付けられていた。きちんと義務を果たしているかどうかを一目でわかるように、 するためである。また、気球兵についての裁判権は、基本的に、その兵が農民として所属する土地の領主ではなく、兵士として所属する連帯にあった。結婚、移住の許可についても同様である。これはプロイセンにおける伝統的な貴族農民、関係に重要な変化をもたらしたと考えられているが、これについては口述する。気球兵制度は、 徴兵された者だけではなく、一部の外国出身の傭兵に対しても適用された。彼らは、部隊の中屯する都市の労働力に加わり、向上心のある者は、職人としての技量を身につけて除隊も、プロイセンの発展に貢献した。毎年の世代交代、そして連帯に欠員が生じたとき迅速に補充を行えるように、 あらかじめ連帯が徴兵義務者を把握しておく制度が設けられた。これが登録制度である。10代以上の徴兵対象身分の男子について、連帯はその名簿を作り、それは毎年更新された。登録されたものは赤いネクタイであるとか赤い房飾りとかを身につけて一目でそれとわかるようにすることを求められた。これによって連帯は安定した定員の充足を保ち、 戦争によって多くの損害を被った場合でも比較的短期間で戦力を回することを可能にした。連帯の士官や歌士官は時々村々をめぐっては登録者を集めて兵士の心得や準備しておくべき事柄を教え、また時には実際の部隊の様子、訓練している光景を見学させた。徴兵された時の完熟までの時間の短縮を図ると共に あらかじめ情報を与えることで徴兵への心理的抵抗を薄める目的があった。登録されたものは、やはり結婚や移動について、連帯の承認が必要であった。連帯は必要以上に登録者の数を増やし、本来徴兵を免除されている、はずの階層の人間でも構わず、名簿に入れてしまう子があった。しかも、連帯は、兵士ではない登録者についても、 その土地の貴族の支配権を否定することがしばしばであったため、気球兵の扱いについてと同様、領主貴族層と係争になった。これについても口述する。当時他国から抜きん出ていた行政組織、優秀な官僚と将校に裏打ちされた関東制度により、プロイセンはその規模に不釣り合いな大きさの軍隊を構築することに成功した。王の即位の段階で、プロイセン軍は、 生前4万前後の規模であったが、時代のフリードリヒに世位、フリードリヒ大王の即位の時には倍の8万の兵力を有していた。これはドイツにおける喉の,の大療法よりも抜きんでて多く、オーストリアの10万に次ぐ規模であった。プロイセンは当時人口はヨーロッパで13位であったが、兵士数は第4位であったという。しかもその軍隊は質も優秀であった。これが、 大王の軍事的活躍の基盤となるのである。大王没時には兵士数は19万を数えた。ただし、全兵士数における自国民の割合を増やすという目的には限界があった。というのも、兵士の数について、これを満足するということはありえず、拡張を続ける軍隊に対しては、関東制度をもってしても十分な数の徴兵者を供給することができなかったからである。 もしそれをあえて行えば、貴族、農民を問わず、地域社会の我慢の限界を超える恐れがあった。であるから、プロイセン軍の傭兵への依存は継続し、少ない時でも、全兵士のうち3分の1を傭兵が占めたという。プロイセンの成功は他国にも影響を与え、オーストリアなどは、プロイセンとの戦争の後、これに類似した制度を導入して、軍事力の増大を図った。そして、 カントン制度はフランス革命で国民改平制が生まれナポレオン戦争の後シャルンホルストラがプロイセンに一般徴兵制を導入するまで続いたカントン制度は純粋な軍事上の貢献にとどまらず社会の様相にも変化を与えたその第一はカントン制度によって王国がその国民を把握できるようになったことである当時のプロイセンでは 貴族の土地に属する農民は、貴族の全面的な支配を受けていて、国王やその官僚はその国民を直接把握することが難しく、横領地以外で実際にその権力が及ぶのはせいぜい、町までと言われていた。しかし、関東制度により、それまでの農民が移住や結婚の届け出を、領主の貴族に言っていたのが、徴兵対象身分の者はその地区の連帯に対して、 行うようになった。連隊は、徴兵可能対象者を限りなく多く、名簿に載せようとしたので、徴兵免除者でも、しばしば名簿に乗り、かつ、連隊はただ徴兵される可能性があるというだけの、ものでも、その管理の必要性を主張して、貴族と争った。そして連隊は常に、貴族の支配を侵食し続けた。この結果、国の力の及ぶ範囲が拡大し、 それまでの国王貴族農民という重層構造に変化が生じた。プロイセン国王は軍隊を通じて初めて国民を把握したと言われる。第二は貴族と農民との関係に変化が生じたことである。徴兵者は気球制度で畑に帰った後も国王陛下の兵隊であるという意識と立場からそれまで霊属していた貴族に対して しばしば公然と反抗するようになった。というのも、気球兵についてはその連隊に裁判権があったからで、ある。また徴兵されておらず、名簿に登録されているだけのものでも、ことあるごとに連隊が口を出して、支配の優越を主張したため、農民はそれを後ろ盾と思うようになり、それまで当然と思われていた貴族の支配力が揺らぐ、ことになった。 貴族の相次ぐ抗議と陳情の結果、登録者については、その優越主拝景は、貴族の側にあると国王は、一応認めたが、現場のレベルではしばしばこのことは無視された。これらの結果、貴族の地位が低下するとともに、庶民の間に、何々という貴族の領民、ではなく自分たちは、プロイセン王国の親民であるという意識が広まった。同時に、 彼らはそれまでの貴族の支配に異議申し立てをするようになった。ただしこれとは逆に、地域社会における貴族農民関係と、軍隊における将校兵士関係は相互に対応していて、農民の所属意識に変化はあったとしても、命令する者と命令に従う者としての役割、身分意識はかえって強化再生産されたとする論考もある。またついでに、 当時フリードリヒ・ビルヘルム・ウィッセやフリードリヒ大王が全ての親民に求めた美徳、すなわち勤勉、剣脈、忠誠といった価値観がこの関東制度によって成り立っていた軍隊を通じて人々の間に浸透し情勢され、それが19世紀にプロイセン人意識としてドイツ人に知られるようになったという論考が存在することを付け加える。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。